前回のあらすじ、お姉様に許嫁がいた。こうなったらあれしかないですね。何か作戦があるの？ええ、これから許嫁様に電話します。まあそうなるわよ。許嫁様のお電話番号を教えてください。かしこまりました。あ、はい、もしもし。あ、もしもし、私、鈴音様の元執事をしておりました、田中です。あ、これはこれは、何かございましたか？何かございましたか？じゃねえだろ、このバカ野郎。あ、すみません、鈴音ちゃんは今。今、うちにいます。あ、そうでしたか。なら安心です。あの子なら山で野宿とかしそうで、心配でしたから。心配なら電話しなさいよ、電話。すみません。なんというか、鈴音ちゃんが僕と結婚したくなさそうでしたので。まあ、そうみたいですけど、鈴音様は意外と、許嫁様のこと。いいんです。鈴音ちゃんのやりたいようにしていいと思ってるんです。なんでだよ。やめてくれや。鈴音ちゃんは頭も良くて、勉強もできて、同じ意味やん。スポーツもできて、運動もできて、それも同じ意味やん。それに優しくて温厚で、誰と間違えておられますか。さすが猫かぶりがすごいお姉様、ね、可愛くて僕には到底釣り合わない素敵な女性なんですよ。許嫁様は鈴音様のこと好きじゃないんですか。いや、あの、好きですけど、僕なんかとは釣り合わないですし、もっと違う素敵な男性との方が。どう思いますか。男としてそれはどうなんですか。好きなら好きと全力でアタックしなさいよ。うー、それもそうですね。僕そちらに向かいます。早く、なるべく早くお願いします。鈴音ちゃん来たわね。おっせえな。許嫁様、お久しぶりです。これはこれは、変態メイドさん、お久しぶりです。ささささ、鈴音様はこちらの部屋にいますよ。鈴音ちゃん、ねえ、ドアを開けて。心配してるの。古い。あ、鈴音ちゃん、あの、僕、ごめんね。なんか、僕、鈴音ちゃんのことが心配で来たんだ。そこは好きって言え。もういい。私、執事ちゃんと結婚するから。Thank you.